はい、皆さんどうも、ラスです。今回は Google Chrome の使い方、この中ですね、ブックマーク機能っていうのをですね、ご紹介しておこうと思います。ブックマーク機能を使うとですね、自分のお気に入りの、ウェブですね、場所とかをですね記憶しておけて、で、また次使うときにですね、お気に入りの、ウェブサイトをですね、閲覧できるようになるので、これ知っておくとですね、めちゃくちゃ効率がかかりますので、ぜひね、皆さん使っていただきたいと思って、今回紹介してみたいと思います。ブックマーク機能ですね、早速やっていきたいと思います。例えばですね、じゃあまず、Yahoo とかですね、例えば、Yahoo のトップページをまた見たいなって時に、活躍するのがブックマーク機能ですね。で、ブックマーク機能はですね、まずですね、お気に入りのページを開いて、ください。まあこの場合は Yahoo としますね。で、右上にあるですね、この星マークですね、これをですね一回ポチッと押してみてください。そうするとですね、ブックマークを追加しましたと出ます。で、このですね、名前はもう Yahoo Japan っていうので、まあ特にね、ここも変えれるんですけど、このままで OK です。で、フォルダーブックマークバーで、出るので、とりあえずですね、これで完了っていうのを押してみてください。そうするとですね、このここにあるですね、このウェブのアドレスの、下の方にですね、ここに、Yahoo Japan っていうのが追加されているのがわかるかなと思います。もしですけれども、ここにですね表示が出てない場合は、この右上のですね、3つポチがある、メニューからですね、ブックマークっていうのを押してですね、このブックマークバーの表示っていうのに、チェックがね入っているかどうかを確認してみてください。もしね、このブックマークバー表示っていうのがチェック入ってなかったら、これを押してですねチェックを入れるようにしてください。もしねチェック入ってない場合は、こうやってね、消えちゃってますので、このね、もう一回メニューからブックマークバーを表示するっていうのをやってみてください。これでですね、一応ブックマークの追加が終わってます。例えばですね、これで終了するじゃないですか。とまたね、ウェブブラウザを立ち上げてみます。ウェブブラウザを立ち上げて、で、ここですね、さっき追加した、Yahoo のね、Japan っていうのを、クリックしてみましょう。そうするとですね、すぐに、Yahoo のトップページに遷移することが、できるようになります。これでですね、どんどん自分のお気に入りの、場所をですね、追加していくことが、できます。例えば Amazon とかですね。今 Amazon のセールやってますけれども、ここですね、Amazon のトップページですね。ここも、ね、とりあえず、お気に入りに追加しておきたいと思います。このですね、右上の星をですね、押してみてください。そうするとまたブックマークバー追加されるんで、まあね、完了と押してください。こんな感じですね。そうすると、ここにね、Amazon のページが追加されてますので、これね、閉じて、例えば、まあ、Yahoo のね、このウェブページですけれども、この Amazon の、お気に入りサイト、このね、ブックマークのアイコンを押すと、瞬時にね、Amazon にも行けますし、これを押すとね、すぐに Yahoo の方にも、行けるという感じですので、これね、ぜひ知っておいていただきたいと思います。でですね、例えば、これね、どんどん追加していくと、ここにね、いっぱいになって、なんかわからなくなってくると思うんですよね。なので、ちょっとね、整理する方法に関してもご紹介していきたいと思います。整理する方法は、このブックマークバーの何もないとこでですね、右クリックを押してみてください。そうするとですね、フォルダを追加っていうのがあるので、これをね、左クリックして押してみてください。そうすると、新しいフォルダっていうのが出るので、例えば何でもいいですね。ここで、まあ、お気に入りというふうに感じにしておきましょうかね。フォルダ名をお気に入りにして保存ですね。これを押してみましょう。そうするとですね、ここにね、お気に入りというフォルダーが追加されています。まだフォルダー追加しただけなので、何もなしっていう状態になってます。このフォルダーの中ですね。なので、ここにですね、ブックマークをいっぱい入れることが、できます。これで整理することができます。で、やり方はですね、この Yahoo Japan と、Amazon ですね、ここさっき追加したと思うんですけども、これをですね、左クリックして、ドラッグしながら、このですね、フォルダーのところに、持っていって離してください。そうすると、これもですね、やってみましょう。そうすると、このお気に入りというフォルダーにですね、Yahoo Japan と、Amazon のですね、お気に入りの、サイトがですね、追加されるようになってます。こんな感じですね、お気に入りというフォルダーを、作って、ね、どんどんね、整理することが、できます。で、またね、こうやって、例えば、旅行とかね、まあ、こんな感じでフォルダ作っておいて、旅行のね、サイトとかをここに入れていくっていうふうな感じで、ジャンルね、いろいろ作って、フォルダをね、使い分けてやるのがいいかなという感じですね。あとですね、ちょっと便利な情報としてですね、このブックマークバーが、表示されて、ちょっと煩わしいなーって方がおられましたらですね、ショートカットですね、ブックマークを表示する方法もありますので、ご紹介しておこうと思います。キーボードのコントロールと、シフトキーと B ですね。
アルファベットの B を、押すことで、こうやってですね、ブックマークを表示したり非表示にすることが、できますので、普段ね、まあ、このブックマークバー表示したくない場合は非表示に、するのもありかなと思います。でですね、この時に、ブックマークバーが出ないんで、どうするかっていうとですね、この新規の、新しいタブっていうのを押すとですね、この新しいタブの時は、ブックマークバーが表示されるっていうような仕様になっておりますのでですね、こんな感じで、で、ウェブサイトを移動すると、このブックマークバーが非表示になるという感じなので、普段はね、非表示にしててもいいかなと思います。こうやってね、見るとき、最初のね、新規の新しいタブのときだけ、ブックマークバー表示されるっていう設定にしているのが、結構ね、使いやすいのかなっていう感じはしますので、皆さんね、ぜひこれいろいろ試してみていただければと思います。はい、ということでですね、今回は、ブックマークバーの、使い方ですね、簡単にご紹介させていただきました。まあね、自分もブックマーク使って、調べ物ね結構したりしているので、皆さんにもですね、ぜひ使っていただきたくて今回ご紹介してみましたということですね。機会があればですね、使っていただければと思います。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の便利な使い方ですね、日々ご紹介していこうと思いますので、興味がある方おりましたらですね、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは失礼いたします。